今回はボタニカルタペストリー、ジュートを流木に紐で留め付けていきます。こういうところを、両面テープでくるくるっと少し強度をつけた状態でセットしていきます。でこれをベースにユーカリ、ちっちゃいパンパスにバンクシャ、それからアーティフィシャルも入れていきます。こちらはパンパスですね。ピンクとちょっとワイン系で作っていきたいと思います。このドライたちを少しこのベースに合わせて束ねていきます。ドライはすごい柔らかいので28番ぐらいのワイヤーでワイヤリングします。ユーカリもこんなところでいらない葉っぱは落としていきましょう。2つを束ねていきます。このベースに合わせてカットします。それからこちらのパンパスはもう大体この、ベースに合わせてカットした状態にしておきます。そして、こちらのバンクシャはですね、2つ上下になるように留めていきましょう。先端の、ね、枝が本体よりも出てしまう場合は枝はカットした状態にしておきます。でこれぐらい4つのパーツをできたら本体に留め付けていきます。ギリギリのところにまずアディフィシャルのパンパスを留めていきましょう。一番上のここにワイヤーを穴が開いてるんですね。このように引っ掛けて一番上を留めていきます。一箇所だけだとゆらゆらしちゃうので真ん中あたりかな。先にジュートに裏側にねワイヤー出るよりも表に出た方が隠れてくるのでしっかりと2箇所で留めていきましょう。そしたらメインはこちらのバンクシャーなので真ん中に取り付けていきます。センターに1箇所、それから枝の部分上下のこれだけだとゆらゆらしたので枝の部分今3箇所真ん中と上下留めました。あと2つこちらのユーカリが端っこに止まります。こちらも軽いので、サイド真ん中でくるようにこちらも上だけをしっかりと留めていきます。今度はアーティフィシャルを入れていきましょう。こちらもねアーティフィシャルの細葉ユーカリです。実付きのものなんですけれども、このように小さく切って今度はグルーガンで留めていきます。ベースでもいいしドライのところにグルーを接着しちゃいます。上下にとボリューム感が出ますね。でここ真ん中少し空いてますので今度はこちらのコーンポイントに2つでもグルーガンで入れていきます。このようにねワイヤー留めた位置とか少し空間があるところを埋めていくのにアジサイっていうのはとても便利ですね。でこちらはプリとかだと大変壊れやすいのでねこれはアーティフィシャルのこういった少し秋色のアジサイを使っていきます。グルーガンでペタペタペタっと貼って隠していきましょう。こちらの今アレンジ縦に全部流れていっているので、こういったアジサイも少し縦を意識して積んでいくとバランスがいいです。でこれでだいたい完成なんですけれども、ここにねさらにアクセントそれからオリジナリティを出すのにこういったカードがありますね。これに穴を開けて紐を通したものがあります。これを例えばですねここに入れてあげると素敵ですし、ここを紐を結ぶときにこんな風にねあげるとでも可愛いと思います。今回このピンクワイン色で作ったんですけれどもこちらに一つ色違いを作ってあります。グッド秋色なんですけれどもベージュマスタード色ですね。でこれもカードを少しね添えてあげると今ねこのままだととても秋らしいこれからの季節にぴったりなんですけれども冬が来たらドライの綿からみたいなこうちょっとね冬を連想させるものをグルーガンでてあげてウッド系のこういったクリスマスのサインなどをね入れてあげると、クリスマスの時期も飾っていただけますので作ってみてください。